東監督もいらっしゃっております。東監督どうぞいらしてください。<手>ちょっとじゃあ一言、あの、ご挨拶をお願いします。いや、あの、今日、あの朝早くから日曜日の、こんなにたくさん、あの、見に来ていただいて。 あ,のありがとうございます。あのー、後とからの話も出ると思いますけど、映画っていうのは、あの、百人が見たら百人の見方があるわけで、ある意味、で百本の映画があると言ってもいいぐらいで、受け取り方もたくさんいらっしゃると思いますが、まあ、私としては、なるべくたくさんの人にとにかく楽しんでもらえることをあの期待して作った映画なので、あの、また後でいろいろお話でもいただきはい。Thank you very much for coming so early in the morning on Sunday. And uh, I'm really touched. Um, if there are uh, it, 100 people in the audience, it's almost as though there are 100 films because everybody would take it in a different way. And uh, the only thing I really hope is that everybody enjoys it. Yeah, 今日3度目なんですけれどもあの今までの2度を見た時には泣くという感覚はなかったのになんか泣く映画ではないですよね。<laughs> Well, um, when, uh, when a master filmmaker makes a film, it becomes this perfect. There is nothing to add or there is nothing to take away. And this is not the kind of uh, uh, tear jerker at all. Um, in, in fact, this is the third time I'm watch I watched your film, and the last two times I, I didn't. Um, and this is really uh, not that sort of film, is it? 劇型映画を例えば一ヶ月経って二ヶ月経って三ヶ月経って見ても飽きないものを作ろうと思っただけで泣くっていうことは自分の映画を見て泣くようになったらもう終わりだなと思ってます <laughs> Well the only thing I had in mind was that I wanted to make the kind of film I wouldn't be bored with within a month or two or three months after it's completed Of course once I start crying at my own film I think that's the end of my career いやあのきっとこの,この映画ね皆さんの中に持ってる木琴がどういう形で鳴るかっていうような形の映画でたまたま僕は今日木琴が鳴っちゃったんじゃないかと思うんですけど sound. あのこの映画撮ろうと思われた動機というか。<laughs> <Well S 1> 時間があまりない場所なので、なるべく手短に答えしますけど、はい、これはあのげなんか直感的に気になって本屋であのとにかく何の先入観もなくあの買って読んだんです。で読み終わった途端にですに、ね、これは私が映画化しないとだめだと他の人に撮ら,撮らせてはろくなものにならないと、非常に傲慢ですけれども、そう思いました。 well in a nutshell i happened to come across the original book in a bookstore which i read bought and read and i felt right away i must make a film on this if i let anybody else make a film on this it's going to be a trashy i know it sounds arrogant but that's honestly how i felt 東監督がっっってくださったたで本当によかったと思いますじゃあ,ありがとうございます。Really、happy. You. あのあの僕 この,絵あの、まあ、東監督といえば皆さん若い方はご存じないかもしれない「サード」というまた名作があってその時に初めて僕あの寺山修司という人を通じて東監督を知ったのですけれどもあのサードにおけるですねあのサードっていうのは三塁集なんですよあの、えー個人あ。個人じゃないや何ですかあの えー、悪いことした少年院に入った少年が、えー、三塁手をしていたんでサードなんですがそのサードがイメージとして見る絵がですね三塁を回ってホームや駆け込もうとするとホームがないっていうイメージなんですがその感覚をもっともっとなんだろう大人の形でもっと優しく見せられた気がするんですがね。 つまり帰る場所に対して、ね、ああもうそ,のそういうふうにおっしゃった単にあのこの映画はもう安藤さんの,あの映画になってます。 Uh, Higashi through um, Terayama Shuji. And uh, this film, Third, is about a uh, juvenile delinquent who is um, uh, housed in a special um, a place for healing them. And he actually plays as the third uh, uh, player in, in a baseball team. But when he tries to um, uh, go past the uh, third base and try to go home, he finds there's no home base left. And this film we watched today, uh, had the same kind of resonance, except it was shown much more gently and much more um, for the adult audience. And as soon as you said that, Mr. Ando, uh, Professor Ando, it uh, shows me that this film became your own. <laughs> 私は昔からそのつまり少年時代から映画を見たきに見たあとで自分の言葉がどのくらい出てくるかっていうことを楽しみに するつまりそ,のそうしないと自分の映画にならないわけですねだからあの私はこの映画もお客見たお客さんからどういう言葉が返ってくるのかっていうそのことを非常に楽しみにしているというところがあるんです。 あのそのせいでしょうかね常は孝子さん僕は子さん僕彼女のベストフィルムだと思ったんですけども、えっと、僕3度見て3度あ,のある表あの非常に抑えた演技というかあの、えー、感情をそんなに表に出さない演技をしてらっしゃる分だけ見てるその時の感じで。 それぞれの表情がまあサン見たときサンとも違う印象を受けたんですがこれは監督があえてそういう演技を指導されたっていうあの the, the actress who plays as the main、uh, protagonist Tokyo Takako <生>、uh, I feel this is her best film and because her acting is very much subdued and non emotional、uh, I felt every time every time I watched this film 冨安孝さんはですね最初にあの、まあ、こ,のこの映画出ていただくって許可をいただいてお会いした時にですねえ彼女が真っ先に言ったのは東さんの映画はたくさん見てますけど あのまだそれ実在している監督だとは思えなかった。ですね realize you are still alive <laughs> だから彼女はそれぐらい驚いたらしいんですけど、えー、私は彼女にそのお会いしたときにたった一度だけ言いましたあのいわゆる役作りはしないでくださいっていう。

それであの私がそそのまあ編集とか何,何回か何十回か何百回か見ますよね。で、実際、今、安藤さんがおっしゃったように、見るために微妙にそこから受ける感じが違うんです。つまり、要するに、見る人間のその時のあの心の状態にリアクションしてくるんですよね、映画の方はがね。それはやっぱり、彼女たち、時盤高子さんもそうですし、池松君もそうですけれども、彼らのまあ一般的に言えば、抑えた演技と言われている。

のあ僕またあのすごく感動したのは音の使い方特にまた音楽の使い方がもう非常にこうあの普通の最近の,あの音楽を使う若い連中の使い方と比べたらもう。 格段の違いがあってあの最後にもう「最後のニュース」っていうあの陽水さんの音楽が出た時には本当に全部のこの謎が解き明かされるような感覚を得たんですがこれはもう丁寧に音楽を選ばれた形でいらっしゃいますか。 Which was so very different from how it is done in films made by today's young filmmakers. And especially when the last theme song comes on, Last News by Inoue Yosui, it made, made it feel as though all the questions I had were answered. Uh, did you particularly choose that piece of music uh, with a, a special intention? 結果を先に言いますと、1つ先に言いますと、この映画の音楽は全て全部私が選んで使わせていただきました。あの全部を聴いて、この音楽はここだと、この音楽はここだというふうに全部決めていきました、監督1人で,で。それからですね、今、あの若い人たちの映画ということをおっしゃいました私私まあ他の比べるべき映画は分からないんですが、かつてモントリオール映画祭に行ったときに、ある批評家から言われたことはあります。 要するに日本から送られてくる映画の音楽は一体何ということなんだとピアノでボロンボロンと悲しそうなメロディーばっかり弾いていると。それは全ての映画じゃないですけども,もちろん。今でも優れた映画音楽家はいるし、あの優れた音楽を使った映画はあります、私の見た中でも。ただしやっぱり全体としては音楽に対する注意力は足りないと思っております。<laughs> well, I listened to every piece of music that was used here myself. And gave a very detailed direction as to where to use which piece. And I don't know what kind of films you are referring to, Professor Ando, when you talk about young people's films that lack attention to sound. But I, I can say this when I attended the Montreal Film Festival some time ago, I was told by a film critic there what's happening with the Japanese films today in terms of music. A all of them are accompanied by just sorrowful piano pieces and uh, sort of um, uh, tacky pieces. And um, I uh, must say, um, there is a lack of attention to music nowadays in that sense. I Although there are excellent f uh, soundtrack uh, mm. composers and uh, great films with good music as well. あの「最後のニュース」っていうやつはもうこれはただ音楽という形ではなくてある種のこの映画全体に対するメッセージ性を持ってたような気がするんですけれどもあのまあ音楽がメッセージ性を持たせるまあ,あの同じことを語ってるんではなくてあの違う方向からこの映画に対する。 監督のメッセージを発していたような気がするんですが、そういう考え方がございましたですか

要するにあの今の私たちの生きている状況全体をこう見ようとしていると、たまたまその,その中で全くこういう個人的なあの一人の男と一人の女を、まあ、中心に、まあ、そののがたくさんの人がいますけれども、たまたまこういうテーマを選んでいるけれども、監督の目は全なんか現実全体にいっているというふうに彼女は言いました。それは素晴らしい批評だと思いましたけど。l e t m e quote one thing Tokiwa Takako, the actress, said. She said at one point. Um, Director Higashi, uh, you are trying to depict the reality that surrounds all of us here today in this society, aren't you? Although you are zeroing on into one uh, pair of man and woman, you are actually trying to show the whole situation." Unquote. And I thought it was an excellent statement. I to I to これは全く個人的なラブストーリーだよと言われるような物語でもですね真空状態の中でラブストーリーなんかあるわけじゃないわけですで。ですから個人的な物語だから政治とか社会の問題に関係ないんだよって言ってもその個人そのものが串刺しにされてるわけですよ。私たちの生きてる現実と。あるいは逆にですねこれは非常に政治的なテーマを持っているんだと社会的なテーマを描いた映画なんだと言ってもそれは必ず個人によって動いているんです、どこかで。 個人の問題とかかかか社会の問題とか政治の問問題題とととと政治いいいうううここをあんんまままりりり細くく分けててて、えー、映画を見たた作っっすすするはは私ににできなふ思長みせん to add, I would like to say that even if a film looks a certain film looks like a love story between two individuals, nothing like that happens in vacuum. There's always a political or social influence uh, on all the individuals who live uh, in the society. And um, on, uh, as well, even if a, a film appears very politically uh, political or uh, social um, in, in its theme, it's also uh, supported and lived by uh, individuals. 今本質をあの喋、ー、っていただいたのでもうあまり時間がないので皆さんとちょっと、あの,ーのあのー、質問を受けたいと思いますが、えー、質問のある方

記憶にあって湾岸道路でセリフの中で何が写ってる男と女ってすごくすごく残ってて今あ同じ監督だったんだということが分かりましたありがとうございます。質問させていただきたいんですが映画に対してまだ全然勉強を始めて数年でこう稚拙なあれなのでそんなことかと思われるかもしれないですけど、えー、と近年の映画ばっかり今見てるんですけど、えー、2箇所。 常盤さんが池松さんのお家に行って、ドアを開けたシーンと。勝村さんが、えっと、美容院の外を歩くシーン。で。はい、えっと。勝又さんですね。勝村さん。勝村さん。勝村さんです。はい。で、えっと。多くの映画だと。カットバックで映るところ、間にワンシーンを入れて。 カットバックではないっていうああいう手法っていうのはあの昔からあるものなのかそれとも編集の時点でああいうふうにされたのか本当にこう稚拙な質問かもしれないんですけどその辺はえっとどのように考えて描かれたのかとお聞きできればと思います。I watched this film without knowing you directed it、uh, and then I remembered a special scene I that still is etched in my mind from your、um, film from thirty years ago. Uh, Wangan Road, um, where a uh, man and woman are reflected on a glass window. And I was still a virgin when I watched it. And um, uh, today, um, I would like to ask this question, although this may sound like uh, a silly question. I have studied film only for a few years. Where uh, 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 Tok Tokiwa Takako, the protagonist, um, uh, is seen, uh, uh, and uh, and right right after that her husband uh, walks near around the uh, beauty parlor usually it, these two scenes would be done by cutbacks but you inserted another scene in between is that something not so unusual or did you come up with that idea during your editing えっとまず最初にお答えするのはあ、ああいうやり方は私の今まで見てきた映画ではあの見たことありません。やったこ,とこれ私が初めてだと思います。それでしかし、あのシーンはあのシナリオからそういうふうにすでに書かれていました。However, that was written into t h s c r i p t from the beginning. ここから後をしゃべると長くなるんですけど、簡単に言いますと、 私の頭の中では、まあ、原作も少しそういうことがあったということをまずさっ,ってくださいだきまこれはとても実験的な意味なんですがあの音楽におけるあの、えー、ポリフォニーのような風画の,のようなあ映画を フーガのような感じを受ける映画を作りたいというのが漠然とあったわけですで、映画でフーガを弾くなんてことはできないわけですけどもそういうムードを自分でやってそのためにそのあるシーンが重層化していくと厚みが出てくるということを考えたわけですそれだけですねそれだけですそれは少しエクスペリメントだったのですがその後の意見は That is this. I wanted to make a film uh, with a polyphony or fuga, and um, uh, that d that evokes uh, layers and layers of emotions, and that that was part of the reason. Mosunbetska, 違うことを2つやってバッハの音楽のような形になるような 使い方ですねそうですからそれは音楽でやること映画でやることはできないんですけれども、うん、そういうムードを作りたかったということですね。はい、次の方質問の方いらっしゃいますか ありがとうございました。いいんですかあ、あそこにいらっしゃったあの。いや、あの、さっきの時間もね、戻ったり。あの、視点も逆になったり、素晴らしい感覚だったと思いました素晴らしい映画、ありがとうございました。あの、見ているうちに、あの。 どこからが非現実あの頭の中の意識の中のものなのかそのあいがすごくこう揺れ動いて最後まで,あのであのまあ私の,あの個人的な印象だけかもしれないんですがあの演技もどこかちょっとこう技巧をめいたところも感じられましてあのその辺のところをちょっと伺ってみたかったんですけど。<laughs> 一つはちょっと技巧巧めいたというのを別の言葉で言ったらあのわざとそういうふうに意図してやっているという意味でよろしいんでしょうか。よ<何>演技はい,はいわかりました Well, uh, thank you very much for your wonderful film. As I watched it, um, I kept uh, thinking. Now I don't know where the reality ends and where the what was happening in in the in these characters' mind was being shown. So that borderline kept wavering, and I wondered if uh, the uh, acting itself um, was also uh, meant to be done like that. the

あのいやそれで、えっと、あとですけどその、そのために演技をそういうふうに設計したということはありません。あの俳優さんあのいわゆるリアリズムでリリアリティであの演技をしてもらってますから、あの人為的なえ妙なアクションをしたりしてはいないはずだと思ってますいいですか今ます。あの あのそしたらもう最後に一言あ言お話お言葉皆さん、ねまあ、特にありませんけどと私はこれあの確信犯犯罪で言えば確信犯のようにですねこの映画にあの自信を持って作ってますので,あので本当はだからいろんな言葉で論じられたいと思うんですねだ,だからみんなよかったよかったじゃなくて。うん あのみんながあの手を叩くんじゃなくて、手を叩く人も批判する人人もいると、それぞれの人の心の中にあの言葉を書き起こすような映画であれば一番楽しいので、あのいろんなことを喋っていただければいいと思います。で、ここ終わってからもちょっとまだ外で分厚くしばらく経ってますから、言いたいことがある方はちょっとそちらへどうぞ。well ああ、i made this film with my own conviction and,、uh。 I, uh, as I said earlier, um, what I hope for most from, uh, my, for my films is that it stirs words among the people who watched it. So instead of everybody uh, applauding it, I would like to hear criticism as well, or how you um, felt about it. So I'll be standing outside the theater afterwards. So if you have any comment you would like to share with me, please come and talk to me. それでは、あの、ありがとうございました。フォトセッションに移りたいと思います。本当に素晴らしい映画。あの、あの歴史に残る映画だと思います。ありがとうございました。